はい、皆さんこんにちは。教育百貨店平野と申します。まあ、5時20分の横浜駅でございます。今からですね、東京に向かって電車に乗りまして、新幹線に乗りまして、看板パトロールの方を行いたいと思っています。ちなみに看板パトロール行こうと思ったのがちょうど6時間ぐらい前なので、かなり急な話ではあるんですけども、やっていきたいのかなっていうふうに思います。とりあえずこの5時25分の高崎行き東京方面に乗っていきたいと思います。ではこっちの方面にね、行きたいと思います。ここは東京駅です。まあ全然本題とは関係ないんですけど、人工的にね、皆さん新幹線って言ったら東海道新幹線か山陽新幹線だと思うんですけど、常にね自由席ついてると思うんですよね。北陸新幹線ってね、全席指定なんですよ。自由席がないんで常に時間指定しないといけないというところが、ちょっとめんどくさいっちゃめんどくさいですね。あ、電車来ましたね。これに乗って行きたいと思います。ではこれに乗って行きたいと思います。ここですね。はい、では長野に着きました。長野ならではの塾、いろいろ回っていこうと思います。それではよろしくお願いします。時間が7時41分ですね。東口があっちで、こっちが善光口って言って西側なんですよね。で、西の方が結構たくさん塾あるんで、そっちを中心に回っていきたいかなと思ってます。はい、こちらですね、寸大が提携しているって、ね、こういう風に書いてますね。寸大提携と書いてありますけども、長野予備校本館でございます。ちょっと中入ってみましょう。河合も寸大もよずみもないんで、まあこういうところがね、ちょっと大学に行くとなると受けるのかなと思うんですけれども、はい。でですね、ここはですね、もともとなんですけど、このですね、はい、これですね、進学会っていうところがやっていて、この進学会は長野では結構有名な塾でして、株式会社進学会で進学ゼミナールっていうのもやってます。あと個別スクールパスっていうのもやっていて、長野県内にこの進学者が65校あるという話ですね。進学会ゼミナールのパスターもあるし、まあ合格実績がこんな感じで書かれていて、医学部医学科結構受かってますね。まあもちろんですけど、信州大学117名と、総計とまあ地って感じですかね。あ、こっちも立派な入り口がありました。進学会のポスターですね。やっぱ予備校だけあって朝空いてるのは早いっすね。さすがにね、ここはやっぱ浪人生とかが休憩するとこなのかな。長野の高校の語学実績もありますね。グリーンクラス生ですね。語学実績はこんな感じと、3年間の数字みたいですね。ちょっと今ね、中の職員さんにね、ちょっと職質みたいなのされたんですけどね、全然外のポスターとか写すのは構いませんよっていう風に言っていただきました。ありがとうございます。ここはこれで終わりにしたいかなと思います。はい、次ですね、こちらですね、栄光学園さんです。はい、で栄光って書いてあるんで、皆さん東京にたくさんある栄光ゼミナールとね、勘違いしてるかもしれませんが、全く関係ないそうです。ちなみに神奈川に栄光学園っていう学校があるんで、そことの関係も一応調べましたが、全く無関係です。なのでちょっと紛らわしい学校や紛らわしい塾名があるんですが、
ここは株式会社栄光教育がやっている栄光学園という塾ですね。で、長野にも4校舎しかありません。なのでマジで長野に来ないと見れません。建物自体はこんな感じです。で、一緒にちょっと見えてるんですけど、見えるかな、はい、これですね、予備校って書いてます。これ栄光予備校ですねっていうのも一緒にやっています。受付の方ちょっと行けるっぽいんで、そっちの上だけ上がってしまいたいかなと思います。失礼します。さすがに開いてないと思うん、開いてません、はい、開いてません、開いてなくて普通です。なんかちょっとこう下にマットあんの珍しいですね、栄光学園つってね。で、大量の置き忘れの傘とこれ1階から5階まで全部多分自社ビルなのかな、まあ買い取ったのかなって感じですけどね。長野県の中学受験の案内やったりとか、冬季講習の講座であったりとか、これあれですね、小中高校生なんで、やっぱ小中高全員行けるみたいですね。こっちが中3生コースと、で、時間割、これがあれですね、栄光学園栄光予備校ですね。で、入塾受付中と、10時なんですね。結構早めに開いてますね。で、志望校合格と、で、まあこんな感じと、これが、はい、栄光予備校の赤文字の方ですね。一応ね、こうデカデカとマークと栄光予備校って書いてある感じになります。こちらがですね、ベルーフアカデミーという塾ですね。長野県に5校構えておりますので、まあ完全な長野の塾と言っていいのかなと思います。これ建物あるんですけども、上は全然関係ないテナント入ってますんで、入り口はここだけになります。外にちょっとね、絵があるんで、そちらちょっと見ていきましょう。こんな感じですね。これがベルーフアカデミーって書いてあって、全体の入り口はこんな感じと、で、ここにベルーフアカデミーという風になってるかなと思います。冬季講習、大切な冬を熱く、講習前テスト受付中って感じですね。自ら学び挑戦し、芯を作り出す、人を育てる。なるほどね、受験だけじゃないんだよってことですね。ちょっとポスターとかないので、これぐらいでしておきます。はい、次こちらですね。やっぱ長野といえば家庭教学院ですよね。大宮とかにもね、あと群馬とかにもあって、山梨にもあったかなと思うんですけど、建物自体はやっぱりこれまで見てきたやつの中では一番でかい気がしますね。まあ長野本拠地だったはずなんで当たり前かなと思うんですけど、長野県家庭教師協会長野事務所と家庭教学院長野駅東口校ですね。ちょっと調べてないんですけど、多分同じ会社なんじゃないかな。まあ協会なんで会社じゃないと思いますけど、同じ団体組織なんじゃないかなと思います。ポスターはこんな感じですね。ポスターありました、これですね。 1-2-1 インストラクション、純度 100% 家庭教師式のマンツーマン指導、それが家庭教の個別指導です。小学生指導、中学受験対策、中学生指導、高校受験対策、高校生指導、大学受験対策、家庭教と。なるほど。で、下に家庭教学院と、やっぱりこの教会のやつ一緒に並んでるんで、同じ団体だと言えるかなと思います。まあ、いろんな塾がね、いろんなスポーツ団体を応援してることありますけど、信州ブレイブウォリアーズを応援してるようです。中に一応、サインがありますが、ここまでにしておきましょう。やっぱ長野本拠地なだけあって、ちょっと建物大きかったですね。多分自社ビルだと思います。全体像としてはこんな感じですね。はい。ではこちらですね。泉塾です。
これね、ちょっと調べた感じなんですけど、長野県の発祥、長野県の塾だよねっていう中では、進学会の次の、まあ、2番目に大きいかなというふうに思っています。なぜかというと、長野県ナンバーワン公立高校の長野高校に進学会は82名、泉塾は21名受からしています。まあ2番手と言っていいのかなというふうに思います。会社名は i キューブですね。株式会社 i キューブの泉塾って感じです。じゃあ中見ていきましょう。まあ大きい看板ですね。わかりやすい。長野高校27名ですね。だから2020年が21名なんで、アップしてると。あと八代附属中、新大附属長野中ですか。それがこの辺人気なんですかね。あとこれ稲葉校でとこですね。こんな感じです。全体像はこんな感じです。ちょっと2回行けるか確認します。え、泉塾とベルフアカデミーってなんで合同なの。あ、東進やってるからか。泉塾もベルフも東進やってて、それの合算値やってんのかな。はい、で高校受験速報ですね。で中学受験と。なるほど。小学生は月齢テストがあるようです。へえ、長野県統一模試、長模試だって。これどこがやってんだろうねで友達と一緒に統一模試参加しませんか。いいですね。友達連れてね、来たらいいんじゃないですか。さすがにこれ以上ちょっと中なのでやめておきましょう。はい、こちらがですね、進学会ゼミナール単体ですね。さっきは寸大がついてましたんで、こちら単体になります。そして下が進学会の個別スクールパスっていうところですね。全体像はこんな感じです。まあ、ちょっとこの辺だけ見ていきましょう。まあ時間割って感じですね。そう、俺長野高校の合格者数がこれですね、88名です。2020年は82なのでさらにアップしてます。だから進学会も泉塾も長野高校の500社数増やしてるって感じですね。料金も明瞭に掲示されています。いいですね。クリスマスの装飾も施されています。このいいですね、この QR コードね。もうね、 QR コード皆さんやりましょうね。これね、手っ取り早いから本当に。こんな感じと。で壁にも、まあ、こんな感じであってあって、個別スクールもありますよと。で入り口はまあこんな感じですね。でこちらが個別指導の方ですね、のポスターになりますね。でこっちにも合格の実績が貼ってあるという感じになります。ここが、まあ、多分規模的には売上的にも校舎数的にも長野でナンバーワンの学習塾なのかなというふうに、思います。はい、というわけでございまして、看板パトロール長野編でございました。もうね、一個一個の塾が離れすぎていたので全部タクシーで移動しました。はい、タクシーの金額は8640円となっております。だいぶかかりました。ではですね、まさか長野で終わるわけないので次の県も行っていきたいと思います。看板パトロール楽しかったよって方、あ、この塾あるんだと思ってくれた方、高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。